宮国の歌って素敵第14話、今日はですね素敵なゲストさんをお迎えしておりますが、もうなんかゴールデンウィークも過ぎてしまい、6月を、ね、目の前にして皆様、いかがお過ごしでしょうか。はい、ではゲストさん登場の前に小津屋栗のライブ告知聞いてください。まずですね、はい、6月の25日になるんですけれども、ホットコロッケさんで、昼下がりのオープンマイク、あります。でこの時はどなたでも当日参加 OK なので、ね、ぜひぜひいらしていただけたらと思います。はい、そして、次がですね歌声サロンになるんですが、こちらになります。水江のこちらは、東武フレンドホールというところで、歌が好きな方ならどなたでもという感じで、お昼に開催しております。6月が15日29日なんですが、今ホールが工事中でして、カラオケ館でやるというイベント的になってしまいますが、計画しております。ぜひこちらにもコンタクトしてください。よろしくお願いします。はい、ではではお待たせしました。皆様今日の素敵なゲストさん、お呼びします。こんばんは。こんばんは。自己紹介お願いします。はい、ピアノ弾き語りのシンガーソングライターです、田中さゆりです。よろしくお願いします。はい、さゆりさんはね、一番初め私こちらゲストで呼んでいただきまして、5年ぶり、そんなに前ですかね。ですね。あの時はキュービンの狐の立ち寄せを何か今日もしてくればよかったんですけど。そうですね。はい。そしてね、はい、本当に素敵なお話をね聞かせていただこうと思っております。はい、ね、現在活動としてはあれですかね、ライブがこの間終わったのかなと思うんですが。そうですね。はい、ゴールデンウィークまではちょこちょこいろいろあったんですよ。そうですね。ちょっとお待ちくださいね。はい、なんか素敵なフライヤーを、ね、こちらユーシーさんのね、ライブもボリューム4だから、もう4回目で毎月されてるんですけどね、池袋の激パっていうね東口激パさんで、ユーシーさん主催のライブですね。で結構大勢の方がね出てらして、なんかして豪華なフライヤーで、はい、それで、その時にねゲストでキークレオさんってね、で私もあの番組ちょっとやってたので、その時にゲストで出ていただいた方がちょうどたまたまこのライブでもゲストで来ていただいて、本当初めて歌を聴かせていただいて、洋楽ですごいかっこよかったんです。はい、ですのでまたご挨拶させていただいたりね、はい、いろいろこちらの番組が絡みでねやって知り合いになった方ともね、はい、そういうふうに交流できてよかったライブでした。はい、ありがとうございます。はい、はい、そして、東京ボーダレスさんで、はい、いつも被災地訪問を毎年行かれてますが、そうですね、東日本大震災の、そうですね、はい、先日の3月そうです、ね、行かれたってお話を聞きまして、はい、ちょっとその辺のね詳しく聞かせていただきたいと思います。はい、地図をね、まず地図ね、はい、地図ですね。はい、これはですね、双葉郡のね、はい、町の、主にね地図なんですけれども、令和5年3月11日に恒例のね被災地訪問の方行かせていただきました。はい、今回は福島県の方行きました。で、朝出てですねずっと、車で行ってね、でここの最初に与野森という駅のそばね、はい、で与野森デニムさんというお店です。デニムさん、はい、こちら、はい、そうですね、はい、素敵なデニムのね、はい、お店 で、はい、で住所で言うと福島県の、富岡町になります。双葉郡富岡町のね、はい、場所的にはちょっと半分降りますか。はい、ここですね、はい、半分降りて、はい、はい、そうするとね、ここら辺です。与野森という駅のそばになるんですけれどもね、ここはね、福島第一原発から見るとだいたい6キロぐらい離れたところで、はい、最初はずっと警戒区域で帰還困難区域となっておって、はい、立ち入り禁止だったんですけれども、2022年の1月から特定復興再生の区域ということでね、はい、切り替わって立ち入りができるようになりました。はい、はい、その時のこの海の写真も、はい、そうですね、はい、そしてここに立ち寄っていろいろお話を聞かせていただいてから、今度はここの大熊の大熊アトツさんというねスーパーとかいろんな複合施設があるところでお昼をとって、はい、それで2時頃にこの東京電力の東日本大震災原子力災害伝承館さんというところに行きまして、はい、で
こちらのちょっとあの青木さんの消防車の写真をお願いします。消防車の写真ですね、はい。その時にここのエリアにもすごい津波が来て、あの消防車もこんな風になってしまったんですよっていうのは展示されているところ、はい、そこへ行ってまいりました。はい、でそこでまあ私もね、あのそれまではて、まあ、東京電力をあの震災の時何してたんだっていうふうにちょっと非難する気持ちもあったんですが、まあこういうふうにあの津波でこんなふうになってしまったエリアなんでね、まあ致し方ないかなっていうふうにあの思いました。そしてこの隣のあのその伝承館の隣にある双葉町産業交流センターというところで、ちょうどお時間的にも2時46分になったわけですよ。でその時にちょうど津波が来たその時間帯ですよね。あ、津波っていうか、津波じゃなかった、ごめんなさい、震災ですね。地震の起こったその時間にあのみんなであの黙祷を捧げました。そういう、まあ、イベントにもなってたんでね、はい、黙祷を捧げてっていう感じでここでやりました。はい、キャンドルナイトは、はい、キャンドルナイトはもうちょっと先です。もっと後です。後です、ね、はい、すいません。でここで、その黙祷を捧げてから今度またずっと南下してきてですね、はい、今度楢葉町の、ショーフルタウン楢葉というところです。楢葉町の方で、まあ、休憩し、はい、そして子どもの遊び場というのをね、あ、はい、あの同行していただいた、ね、あの、NPO 法人、底上げさんっていうのか、底上げさんの方でやっているところを見学させていただき、はい、これ子どもさんがねもう学校が楢葉町の方で始まってましてね、で学校が終わった後に放課後に子どもさんがあの気軽に遊べるっていう遊び場っていうのを提供してらっしゃる NPO さんがいらしてね、はい、でそこのどういうことやってますよっていうあの説明を受けたりいろいろしてね見学させていただきました。なんかすごくあの心温まるいろんなあの絵も可愛い絵がいっぱいあって、それをポストカードにされたりとかね、いろいろしてていい活動されてるなと思って、はい、見てました。はい、ね、なんか素敵な、ね、空間ね、そうですね、はい、はい、子どもたちもね楽しくね、はい、創造的な遊びがねできたんじゃないかなっていう、うん、そういう感じですね。それから今度夜になりましてですね、本当にいつもテレビなどでねずっと聞いてた J ビレッジというところね、私も初めて行きました。で J ビレッジはですね楢葉町にあります。で、サッカーの天然芝ピッチから全天候型の練習場、それからホテル J ビレッジ、カフェその他あります。で私あの知らなかったのが J ビレッジっていう駅があるんですよね、駅があるって知らなかったです。で、まあ、時刻表もいただいて、ああ電車でもここ来れるんだみたいに思いましたね。はい、それでですね、それでキャンドルナイトですね、はい、ちょうどやっぱり3月11日の記念日ですね、まあ、記念っていうこの祈るという字を書いた記念日の方ですけれどもね、それでキャンドルナイトという行事でね、あの皆さんで集まってやっていて、もうすごい観光客の皆さんも多かったです。はい、そしてその夜にですねソングオブディアースっていうねあの音楽イベントもありました。でそれを J ビレッジで拝見して、本当に最後まで8時半か9時かそこら辺まで、ね、最後までいて、それから東京帰ってきました。はい、そんな感じのね盛りだくさんの旅行でした。はい、うん、ね、はい、これまでさゆりさんも、ね、何回か東京ボーダーさんの被災地方に行かれてまして、はいはい、私も一緒の時ありまして、そう一緒の時ありましたね。あの時もね、はい、ある時は避難区域のところの、そうですね、あれは一応、うん、広の岩木の方ですよね、広の町、広の町もね、この下の方なんですよ、ここにあるんですよ。この J ビレッジのちょっと下が広の町なんですね。でまだあの避難住宅っていうかしら被災住宅があった頃ね、で今みんなあの皆さんね、あの郡山市とか福島市の方にあの復興住宅ができてね、皆さん引っ越されたとかね、そういうお話はちょっと聞きますね。はい、本当でも10年ぐらいかかりますね。10年ぐらいかかりますよね。だからこの一帯が全部津波来ちゃったっていう認識が本当に、私本当は何回かあの被災地訪問行ってるんですけれど、あのこんなにあの原発のそばまで行ったの初めてだったんですよ。でいろいろね発見も多かったっていうか、なんかね、でも皆さんがとっても元気にされてたので、あ、よかったなって、復興してるなっていう実感があります。はい、ちょうどその3月11日土曜日でしたね。そうですね、そう言ったね、皆さんね、はい、
ですね、金のところから、ね、もうね、気合を入れて行ったんですけど、でも本当に観光でね、観光バスとかもいっぱい来てて、観光地としても復興してるなっていう。はい、思いました。はい、ね、ここのね、このフライヤーも ね、はい、ね、素敵なフライヤーですよ ね、 記念ですね、うん、本当にね、もう記念っていう感じでね、うん、はい、まあでも本当ライブなんかでもこれを入れてやってらっしゃるライブも時々見ます。本当に記念を、もうこの祈るという字で記念に、ね、してね、やってらっしゃるっていうね、イベントも多いんじゃないかなと、ね、ありがとうございます、ね、それでね、シンガーソングライターさんとしてもご活躍、いらっしゃいますが、いや、もともとね、だからその、キュービの狐っていう歌は栃木で作ったんですけど、うん、やっぱりあの栃木と福島近かったから、うん、で避難してきた方なんかも結構あの仕事場ではお会いしてたので、うん、いろいろちょっと身近に感じるところがあってね、あの福島とはいえね、やっぱりちょっと結構身近でしたね、うん、栃木にしばらくいたもんですからね、はい、そしてどうですか今後ですね、あ、今後ね、まあ、被災地訪問もね続けて、そうですね、ご紹介続けてね、なんて思いますか。そうですね、やっぱ音楽の方はやっぱりなんか今新たにっていうことではないですが、この延長で歌も作っていきながら、あと演奏して、あと、まあ、ピアノの方もね、私ピアノ、ソロピアノっていうかね、練習してピアノの回とかもまた復活して、やはりコロナでだいぶお休みだったんで、今度ピアノ弾く回とかそういうのも参加しております。それからあとまあちょっと音源もね、なかなか今まで配信とかやってないから、今年からは配信をちょっとやりたいなと思いながらやってます。はい、でまたね、そのイベントの方も、はい、そうですね、お誕生日のライブが、うん、お誕生日は9月なんです。で、はい、一応今決まってるのは9月の3日に、またなんていうんですか、バスでワンマンライブで、2時から、9月3日の2時から、はい、神楽坂のマッシュレコードさんで、はい、ワンマンライブやります、はい、予定しております、はい、まあ私本当ちょっと主催が年に1回とか2回なんで、うん、まあ一応そこは、あとは普通のいろいろお誘いのあるライブは出てまして、まあ今あと関西の方でやってるグループっていうか、はい、ライブイベントの方が知り合いて、たまにですけど2、3ヶ月に1回ですけど関西の方にも行っておりますので、はい、はい、じゃあ関西の方もぜひチェックして、はい、ね、田中さゆりさんの、はい、SNS が、そうですね、東京さんの下の方にね、はい、載せていただけると思うので、はいはい、そこからねコンタクト、まあ本当今ちょっとブログとかが、なんか携帯電話変えたせいか入れなくなっちゃって、ブログっていうより Twitter が、まあ、一番更新しております。Twitter見ていただいて、気軽にお友達申請で私もお友達になりますので、はい、よろしくお願いします。まだ、ね、はい、いろいろたくさん、ね、お話聞いていたいのですが、はい、時間も迫ってきまして、はい、ね、そうですね、まあ、皆さんもね、被災地の方なんか少し、ね、興味を持っていただけたかなって思います。本当にもう、ね、でももう元気になってる感じで、とてもいい感じしました。だったなと思います。私ね、今日はありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。本日のね、ゲストは素敵なシンガーソングライターの、はい、田中さゆりさんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。皆様、さようなら。Tokyo Borderless TV